受験生版タイガーファンディング夢に踏み出せ受験生版タイガーファンディング版虎の楽屋トーク。ちょっと至近距離なんでマスクをさせていただいてお話をしていきたいと思いますけども、まず今日1本とりあえず終わりましたんで、山美さん、はい、ちょっと感想をどうですか。緊張しますね。緊張します。めちゃくちゃ噛んでたから。めちゃくちゃ噛んでましたよね。僕は緊張した。いや、絶好調、平常打ってそう、自分がこの受験生立場だったと思うと、はい、ちょっとやっぱ緊張して、はい、ただやっぱりそのお金出したくなっちゃいますね。ね、はい、あの席に座るとなんか魔物がいるでしょ。魔物いますね。ね、はい、住んでました、あの席には。そう、そのね、魔物がね、林さんの後ろにね、こんなにいるんだよ。なるほど、そうなんです、いつもそうなんです。だからちょっとあんなに出しちゃうんですね。だから、あの、身内だからね、まあ、また出してどうもかもわかんないけど、はい、出しちゃうんです。出しちゃいますね。はい、はい、さあ、細井さん。細井先生は、あの、令和の虎にも出ていただいてるんで、もう慣れたもんだと思いますけど、いかがですか。そうですね、まあ、あの、現役の虎をやらせていただいてて、はい、まあ、あの、幸い一枠でね、はい、あの、座る場所も一緒だったんで、はい、あの、大体なんかいろいろ最初にコメントを求められる立場だったんですけども、はい、まあ、あの、今回やっぱり、いつものね、虎、令和の虎ではね、やっぱりその、ある程度、まあ、20代、まあ、あるいは30代、それ以上の方々がね、まあ、出演されている中、今回17歳っていうね、うん、まあ、ちょっとね、やっぱり自分が17歳だった時に、自分がこう喋ったことの意味を理解できたかなっていう風に、ちょっと反芻して喋ってあげないと。そうですね。そう、やっぱりその、はい、同じ、当たり前ですけど、社会人も経てないし、まあ、なかなかね、地方の高校でね、あの、言うなれば、まあ、のんびり暮らしてるわけですから、そんな子にね、言うなれば、プレゼン資料を求めるのね、クオリティを求めるのはなかなか厳しいだろうなと思いますし、例えばそのビジョンについてね、まあ、あの、理論で語ったところで、やっぱりそれはわからないんじゃないかなと。はい、思う部分があったんで、そこの言葉の選び方っていうのにちょっとね、苦慮したかなと思いました。はい、ありがとうございました。森哲先生どうですか。そうですね、いやー、そうね、プレゼン資料を包んでたりね、本当大人げないね。いやいやいや、でもエトセトラはないでしょ。思った思わなかった。いやいやいや、うん、僕 その他なんだと思って、その他2、その他3とかで、うんと思って、全部にエトセトラってついてるんですね。1だけ、山美さんが1ってあって、はい、あとエトセトラ、僕らその他本当大人げないおっさんだと思って。まあまあまあ、まあ、あのね、エグザンポーって書きたかったかなと思いました。まあ、僕ら2人がね、ケチに映ってなきゃいいですね。うん。別にどう映ってもいいですね。さあ、熊翔さんどうでした。熊翔さん。はい、熊翔さん。あ、すごいなと思いましたね。やっぱり高校生で、まず応募するところが多分自分だったらできなかったので、はい、まあ、1人目僕ナッシングにしちゃいましたけど、はい、やっぱ勇気は本当に讃えたいなと思いますし、はい、なんかこう、まあでもすごい、特に細井先生とかから、まあ、ぶっちゃけもう、ツッコミというかアドバイスみたいなのがたくさんあったので、はい、なんかそういうのを活かしてぜひ勉強頑張ってほしいなと思いますね。はい、ありがとうございます。さあ、主催の松原さん、いやいかがですか。本当にどうなることやろうと思ったんですけど、僕もあの、話長くてどうなることやろう。いや、もう本当その通りですよ。いくつしたことか。どこまで行くんや、この話みたいな。あれで1本こう動画出すつもりか。いや、あの、まあ、とにかく最初の1本目が無事終わってよかったなっていうと、はいはい、まあ、結構その皆さんの鋭いツッコミが本当に的確で、なんかその見てる視聴者の人たちもあれを見てなんか自分の今、ね、人生とかをこう振り返ってもらいやすいんじゃないかなと思うんです。すごくいい番組になった1本目じゃないかなと思いました。なるほど、はい、あの、僕から一つ、あの、皆さんにちょっと質問があるんですけど、あの、今回ね、あの、1本目の奥田さんの中で、いわゆるその偏差値が低い中高に行ってて、ぶわーっと勉強して、例えば東京大学とかっていう大学に行く子いるじゃないですか。で、実際うちの会社に例えば新卒で入ってくる子で、ランクの低い大学に行ってたん、あ、中高に行ってたんだけど、レベルの高い大学に行ったっていう子が来るんですよ。うんうんうん、で、その子って、なんとなくなんですけど、伸びしろがないような気がするときあるんですけど。あ、僕その動画、あの、武田塾の動画なんで、これどうですか。これ僕の感覚って間違ってますか。どうですか、山口さん、超本人。いやいや、僕、そうっす。非進学校からね、ひどいな、入った、あれなんで。いや、でも、僕もあの、あれです、武田塾採用もやってるんですけど、やっぱりその、中高進学校の方って、これ地頭がいいので、うん、すごい、その後人生伸びしろとか、すごい高いなと思いますね、うん。はい、そこは僕もちょっと採用的に見てます。はい。はい、なんかね、あの、本当に相反するかもわかんないんですけど、逆に、
すごいいい中高に行ってるんだけど、なんでこの大学行ったんってやつがいるんですよ。で、それを取ると、やっぱりね、いいんですよ。だからここがね、なんか永遠の課題のような気がしていて、はい、でも皆さんは、それこそ竹田塾もそうですけど、逆転合格って言ってるわけで、でも、その彼がね、僕あの席から見てて、勉強、勉強、勉強って、なんか言い続けてることにちょっと心配な部分があって、なんかこの子って他のこともやるべきじゃないのかなって。確かに今は勉強は大事なんだけど、もっといろんな経験しないと、そんな文部科学大臣になれないよねって、そんな感覚はありましたけど、この辺どうですかね。個人的な話になるんですけど、はい、やっぱ僕やっぱ偏差値29で本当にこう全国最下位だったんですよ。でそこからやっぱ早稲田入って、まあ、人間科学なんで、まあ、そのランクは低いんですけど、はい、でもそこで僕も人生上がったと思ったんですよ。もう俺の人生大丈夫だと、はい、でも就職氷河期でなんとか銀行に入って、銀行で入ったら、お前早稲田なのにこんなもんできないのかって言われながら、本当にできない社会人計画を経験したんですね、うん、でその後、まあ、起業していろんな環境上もまれて、なんかちょっとずつ成長していける自分を見つけていったんですけど、普通にそのサラリーマンとしてやってたら、おっしゃる通り結構伸びしろはなかったかもしれないなと思うところは、僕個人の、ね、話なんですよ ね、 ねえ、なんかすごい課題だなと思いながら聞いてました。さあ、あの奥田さんの回でしたけど、振り返ってどうですか、奥田さんどうですか、ね、地方で頑張ってるっていうのは伝わってきたんですけど、はい、まあ、そのこの企画としては、うん、文部科学大臣を推すよりは、はい、僕はひたすら頑張って受かりますって話と、うん、大学入ってこんなことをしますっていう方をもっと推してもらいたかったし、うん、はい、まあ、動画内でも言ったんですけど、まあ、僕はもうこういう人間ですっていうふうに言ってもらった方が仲良かったなと、うん、まあね、これだけ人集まっていろいろアドバイスもあったんで、はい、ブレちゃう気持ちも分かるんですけど、なるほど、ブレられるよりはもう僕はこうですとか、はい、途中まで実はちょっと出したかったですね、はい、なるほど、はい、同じくナッシングだった森田さんどうですか。そこは本当同じだったと思いますね、うん、やっぱ具体的にその大学入ってみたいなのが描けて、でそうブレずにっていうところが大きかったですね。ブレるっていう話も両方の多分観点であって、ああの彼をブレちゃったからっていうふうに見るのか、それとも自分の非を認めて潔くなんかね変えたっていうふうに見るのかによっても見方って変わるよね。そうです ね、 ね、そこどっちか、多分お二人は途中で何かの潔さを認めたんですよね。僕はやっぱりそのもう完全に年齢とか人生経験によるのかなと思います、はい、例えばその虎として、令和の虎の志願者としてあのブレ具合だったら話にならない、はいはい、もうお前もう一回に社会人でもね、もう幼稚園でも僕はやりだした方がいいよって話なんですよ、はい、なんだけどもやっぱり17歳っていう年の成長を、うん、今じゃねこんな小場所みたいなちんちくりみたいなと一緒ですけど、これ17歳が小場所みたいなめっちゃ怖いですよ普通に考えてめっちゃ怖い、確かにそうだってね、体の具合もすごいですし、ましてやね松原さんなんてもうねお父さんじゃないのみたいな、もうで後ろにはねすごいいかついおっさんがこうね来るじゃないか、もうこれは怖いですよ、おじいさんって言うと思ったら、ね、よかったかなおっさんで、周りを傷つけないと発言ができないだってもう何回ねカットされてるかもしれないですけどね、何回岩井社長亡くなったかね本当です。あとあのなんか差別用語でピーを入れないといけないと大丈夫ないから、はい、わざと言ってるでしょ。それぐらい、はい、彼に、まあ、それを分かってないんですよ、うん、要は今僕らがどれぐらいイメージできないかを分かってないから、うん、例えば岩井社長は亡くなってるでしょ、僕らも死んでる可能性あるよねっていうことを彼に伝えるために話してあげなきゃいけない。 そうです。それを彼は自分目線で全部話しちゃってるから、はいはい、みんな俺のこと見ててよって言ったら見れねえからって話なんですよね、はい、そんな時は覚えてるわけもないじゃないですか。それを要は伝えるためにちょっとまあ皆さんにはちょっと失礼な表現になったかもしれないですけど、今日それぐらい言葉を平易に分かりやすくしてあげないと17歳っていうのは伝わらない。だからこそあんだけブレるっていうのは、まあ、自分があの席に立ってたらもうほぼ説教されてるようなもんですよ、はい、うん、変えるような意見って思いましたよね。だからちょっと最後あの頑張ったねって、よくここの空気に耐え切ったね、最後まで、うん、まあ泣かずにいたなっていうので、まあ、積みましたよね。そうですね、ダミさんどうですか。彼の方向性としては間違ってないと思うんですよ、うん、なんでそこはしっかりその今後どういうふうに具体的にしていくかっていうところを、あの、まあ、彼はそれ失敗しながら学んでいくのかなと思うので、まあ、ここだと今日はちょっと散々なって考えちゃいましたけど、まあ、でもその彼の方向性、主に対して僕は出したいなと思って出しました。散々達成してますよ。あ、達成しました。問題はやっぱり主催にして語学に座ってしまった松原さんですよね。松原さん語学に座るともう
あと 100っていうか10万積むわけにいかないじゃないですか、はい、要は成立させるためにはあと3束置かなきゃいけないっていう、はい、とてつもないプレッシャーがゴールにあるんですよ。そうですね、実際これ感じたでしょ。感じました。あの、ね、もう100倍と思ったらもう林さんやっぱ化け物やなと思いました。ケツ持たなきゃいけない。めちゃめちゃ悩みますよ、ね、悩みますね。その細井先生、八尾さんが出していただいたっていうのは、はい、大きいし、はい、でも小林翔さんと松井さんの言うこともおっしゃる通りだなと思ったんで、はいはい、最後、まあ、彼ブレたんですけど、まあ、その子供たち、まあ、自分と同じの共同の救いたいっていう思いだけはブレなかったんで、うん、まあ、そこをもう僕はもう最後組み取ったなっていう。組み取った。2人出してなかったらどうだ、出してない可能性はある。で実際に結果40万積んだじゃないですか、はい、あれ5枠じゃなくて1枠とか2枠ぐらいだったら積みませんよね、はい、多分。そうです、まあせいぜい40とか、ね、それがね5枠のね本当にね、やばいとこなんですよ。あれは林社長、はい、本当すごいですよ。大丈夫ですか、2回目も3回目も5枠で。もうね、もうケツ持ってもらうしかない。新刈を務めてもらうしかないですもん。あの、いや、もしよろしかったら、あの、俺がじゃあ今度5枠やってやるよという方が盛り立つないと。いや、絶対悪い悪い。一番お金持ってるんで。あの、本当に場所はシャッフルしても全然構わないじゃん。どうですか。じゃあこの後ジャッキーかなんかで決めます。いやも面白いかもしれないですね。けど今回はね、やっぱそのいいところをやっぱね、まあ、主催が持っていくべきだと思うので、僕らは別に変わってもいいんで、まあ、あのいいところを持っていくためにはお金が必要だってことですね。そうですね。ということで、じゃあ1本目のトランカーゲートーク終わります。ありがとうございました。